こっちだ。先ほど君はその理由を、あの子の知性を取り戻す薬をな。それだけで、だが噂ではそれであればもしやカーン・ルイヤを若い頃ならどう。神はすでに我々に。大丈夫だ。この薬をご、私のこの両手はこの材料を。他にもスメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。それはよ。これはできたか。ご苦労だったな。見せてくれ。うん、さて。いや、この薬はつまり薬を持って神よ、祈りの言葉、私の故郷、私を長老、神よ、我が息子、神々の行為が、私はこの頭を下げよう。これまでの人生、ほんのわず、お願いだ。無様な姿を見せてしまった。ああ、リベルト。薬は完成した。カリベルト、私だ、パパだ。カリベルト、君が生まれたと。だが今まだ。申し訳、パパが悪かった。カリベルト、許してくれ、頼むから。どうして神よ、私のす、この安い、やはり、この世にいる神々は、一瞬たりとも、他に原因だと。そうか。諦め、カリベルトと、ここに、では出発しよう。薬の鍵となるのは、そこの畑に植えたんだ。うん、細かいことは気にし、先ほど礼拝、私はもう少し、ああ。戻ったか。カリベルトの状態はかなり安定。言い換えれば、よし。ここでしばらく見張っていてくれるか。特にスメールの、ああ。
あなたと共に舞おう。頑張るよ。メバイン、はびこれ。何があった？魔物が出たのか？君がいてくれて助かった。そうだ、次はこのキノコを取ろう。先ほどと同じ手順で。ああ、いや、なんでも。長い年月を経て、私は本当に、そうだな。だから、考えてみただけだ。薬の。着いた。待った、どういうことだ今のは？仮、まずい、さっき薬を作っ、急いで追いかける。よっどうやら、カリベ、ああ、カリベルトの腕にあるスカーフ、私の目もいよいよなの。確かに。ああ。先ほどのヒルチャールはここに入っている。なんと不気味なところだ。ん？ヒルチャールたち、こんな光景、それを知るには。これってワープ装置？な、
のダンスをあなたに。もしかして今天井に立ってるの？部屋がひっくり返ったのかな？それとも重力の影響？セットする場所を探す必要があるみたい。人間よ、何時らはこの地で運命の探求。ほう、何時らはそれでも別件。いいだろう。ならば何時らに運命の。標本。行くよ。はっ。師匠の技を食らいなさい。あっさり。メバイン、さあ踊るよ。よっ、それ見逃さないでね。よっ、よっけ。信頼幹部、話が通じないなら叩くまででしょう。あっさってしょ。おっ、行くよ。イエーメン、逃さないでね。おっ、おっ、カンヌキャッ。よっ、料理の時間だよ。さあ踊るよ。よっ、先ほどのは一体何者だ。
なんと完璧なす。あの身に、よくあのような存在を、ま、先に進む。生命在業からその開墾超越せし存在。私は見た瞬間、ああ、そうなのか。カリベルト、よかった。ここは変わりないようだ。私が君の話によると、君が何を。カリベルト。パパ。カリベルト。見たか。ママは。ママは。うん。カリベルト。うん。僕。ねえ。いいか。落ち着くんだ息子よ。この世界には君は。僕は。そんなことはない。何を言っているんだカリベルト。ほーら。そうなんだ。そうだとも。ああそうだ、何があろう覚えたかい。うん。あの日以降、加害者。それに比べあの神秘的、ああ、神へ祈る時の作法は罪人だと。まったく何を。あの神の、まあよい。今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。
とっはっせいくよはっよっはっありえん。こんなま、ひれ伏し、前に見たのは、確かに、幻覚でも行こう、旅人。あれが消失したのには、必ず意味があるはずだ。いつの神ではなく、どういうことだ。カリベルトはどこに。嘘だ。カリベルト、まさか誰かが。いや、ドアは破壊されていないし、周りに誰かがいた痕跡もない。まずい。カリ、待て、誰かが物を動かした形跡がある。まさか。おそらくあの子は仮面をは、なんということだ。親の教えを守らないとは。急いであの子を追うぞ。スカーフだ。どうやらこの先のようだ。急ごう。カリベルト、カリベルト、どこにいる。レンジャーだ。まずい。そこの人、見ない顔ね。ここで一体何をしているの。貴様ら、ヒル、先に私、こちらが聞いているのだ。あなた、ヒルチャールなんて。ああ、貴様ら、おのれれ、あなた、レンジャーめ、よくも貴様ら。まったく意味が、貴様、あの子はレンジャーへ。そうだよ、最初は俺も身構えたんだが。そうだな。ちょっと、このまま何も。カリベルト、カリベルト、もし何か、パパが言っただ。カリベルト、どういうことだ。さあ、カリベルト。パパ。カリベルト。パパ、こんなのあんまりだよ。違う、全て私のせいだ。こうなると。早く知っていれば。何もかもが残酷すぎるよ、パパ。やっと。おや、目が覚め、いや、違う、旅なーに、あなた、それは至って普通のことだ。あなた、それに最初、そう、
コロタール・アルベリヒだ。あなたも見ただろう、あの力を。そして今ようやく目にできた。あなたには関係ない。罪人、カリベルトの運命はこうなるはずではなかった。だがその極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になるのだ。危険で、まさか我々は、なぜなら、そして寒類、我々は、しかし寒類や。今私のことなんて呼んだの？気を失って俺が付近の地脈にはこの世の情報と記憶が流れている。コロタール・アルベリヒのやつはアビス教団を、だが不死の呪いは、そして100年、しかし確かにそう言っていいだろう。旅人、大丈夫？貴様の視点からやはり運、しかもただこの話を、あいつも、なんだ、畑、ここにか。なら、本当に怖かったぞ。お前ら、もう埋め直したか。男と女、気になるのは男の遺骨の埋葬され、これは何を意味している。なんだと、こんなこと。あらゆる情報ここで分かる。しばらくは、やつ、ああ気が熟した。ところで、そのもしあいつなら、そういったことはおそらくやつを制限する要素にならないはずだ。そいつって一体何者なんだ。さ、話はここまで。ダインのやつ、また行っちゃ、どうかしたか。
方ありませんね。ない。さあ踊るよ。よっ。動かないで。運命よ、ここにいてよ。水中言語。信頼感度。頑張るよ。運命の巨影。へっ。
それが運命です。水中玄関さっはびこれはっせっとやっはっ運命の水面はっ。星と深淵セフィロス騎士団遊撃小隊所属。
Let's go.
信頼感度ハッチャトッサッ。せーの、動かないでね。はっ、
なた君に舞いを。Thank you.
星と深淵無事今日の